海と日本プロジェクト、海ぶ宝。11月6日糸満市にあるククル糸満で日本さばける塾 in 沖縄県が開催されました。この催しは海と日本プロジェクトと日本さばける塾が連携して、魚の調理技術や各地の海の食文化、海洋環境について学ぶ講座です。魚をさばいて調理し、それを食べることで海を大切にしたいという思いを育んでいます。これがいわゆる本マグロでしたトロの部分になります、はい、マグロの解体の後は魚をさばく講師から丁寧な指導を受け、お魚をさばきます。この日用意されたお魚はマーマチ。ちょっと不安です、心配ですでもやって覚えなきゃいけないんで、いい経験になりました。ちょっと魚のやっぱ中身とか思ったよりいろんなのもあったからびっくりした。続いてさばいた魚を使って料理を作ることに。マーマチの煮付けとマグロのお刺身を作りました。根元の方は浮かさないように。そう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 、一匹の魚からこれだけの料理、皮骨も余すことなくね、これだけの献立が作れます。いただきます。自分の力でお魚をさばいてそれを料理したので美味しいに決まってますよね。皆さんお疲れ様でした。うまい。もっと魚の仕組みとかさばき方を勉強したいから。いつもさばくときも実行流でやってるので、今日はちゃんと手順も学べてよかったと思います。魚が嫌いで、なんか克服しようと。煮付けが、なんか魚臭くなくて、食べやすかったです。いろんな味付けをしたら、マグロも食べやすくなるっていうのが分かったので、食べてもらえるように工夫したいと思います。皆さん、いろんな気づきがあったようですね。ワイワイやりながらね、子どもたちが楽しそうにやってくれてたのがとても嬉しいですし、海のことに対して理解をね示してくれて、今後将来の、海の環境や魚や魚食普及といったことに対してね興味を持ってくれる足がかりになればいいなと思っております。日本さばける塾最高。海と日本。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。